な豚ロース肉が10枚特大生姜焼き定食だ。肉は柔らかくてしっとり。その秘密は？肉は焼かずに。え？焼かない？そして洋食の名店はまるでステーキ。肉厚なのに柔らかくてジューシー。ソースはコクが深くまろやか。その秘密は大根。この後は店主のアイデアが光るすごい、うまい、こだわりの生姜焼き。店主のアイデアが光るすごい、うまい、こだわりの生姜焼き。まずは JR 大久保駅から徒歩2分の店。ありました、ここですね。え、生姜焼き定食専門店って書いてありますよ。若い人や近所で働く人たちに評判の生姜焼き専門店。すいません、生姜焼きおかわりください。おかわりください。生姜焼き食べ放題です。こちらおかわり30分間食べ放題コースとなってます。すごい。生姜焼きはもちろん、ご飯、味噌汁など全て食べ放題で30分1200円。甘辛い醤油ダレが絡んだ豚バラ肉がたまりません。まずは油を引かずに豚バラ肉をフライパンにイン。そして味の決め手となる醤油ダレ。こだわりは？マヨネーズを入れてます。タレの中に入れるとコクが出てマイルドでさらに美味しくなってます。この醤油ダレとおろし生姜をたっぷり合わせ炒めます。強火で汁を最後まで肉に焼き付けるような感じで炒めてます。強火で一気に焼いてタレを肉によく絡ませたら、仕上げに風味を引き立たせるため再びおろし生姜。味はいかがですか？うん、しっかりと醤油ベースのタレが絡んでるんですよね。で、旨味とコク、お肉からしっかりと出てて、生姜の刺激と爽やかさしっかりと効いてるんですよ。さらにこちら味変にどうぞ。味変。食べ放題にはおろしポン酢やピリ辛ソースなど10種類のタレや薬味がつきます。ピリ辛ソースとの相性はいかが？うん、辛いですね。でもこの刺激がいい。急にエスニックになりますね。味が全然違うので食べ飽きなくていい。ということで尾花さん、箸が止まりません。いい食べっぷりですね。おかわりください。店では食べ放題だけでなく、さっぱりとしたレモンとネギの風味が効いた塩だれ味や、ごまと豆板醤を合わせたこってりピリ辛味など、7種類の定食も楽しめます。ご飯が勝手に進んじゃうと、お腹いっぱいになって笑顔で帰っていただければ一番じゃないかなと。その手があった、専門店の生姜焼き食べ放題でした。ところ変わって神奈川県藤沢市、小田急線湘南台駅から徒歩3分の定食屋さん。デカ盛りデカうま、ご飯が進む。そう、こちらは腹ペコさんたちに人気のデカ盛り食堂。大きなチキンカツがドーンと2枚、唐揚げ定食もてんこ盛り、豚カルビのスタミナ炒めもこのボリュームだ。生姜焼きだってすごいんです。生姜焼き定食です。お肉いっぱいですね。はい、どうぞ。
生姜焼き定食ダブル、大盛りご飯味噌汁がついて1760円。大きな豚ロース肉は10枚で 350g。 それでは腹ペコ AD さん、ご賞味あれ。うん、お肉がとっても柔らかいです。お肉の旨味とまろやかな醤油味が口いっぱいに広がります。腕を振るうのは店主の田所秀幸さん44歳。筋切りをした豚ロース肉に小麦粉をまとわせ、肉の旨味を閉じ込めます。最大のこだわりは、肉は焼かずに油で揚げます。すごくジューシーに柔らかく揚げることができるので。焼かないんです。160度の低温でおよそ1分さっと揚げます。そうすることで肉は柔らかくジューシーに。タレは醤油、みりん、おろし生姜などを合わせたら、隠し味に赤味噌を加えてコクを深めます。この醤油ダレに揚げた豚肉をイン。衣に甘辛いタレが絡み、口当たりはしっとり。田所さんは今から11年前、知人の店を引き継ぎました。セオリーとかがない分、怖いもの知らずっていうか、今挑んだんですが、もともとあったメニューを自分の味にしようとしましたが、料理は素人。肉を揚げすぎて硬くするなど失敗の連続。そこで肉の厚さや小麦粉の量を何度も調整したり、ストップウォッチを片手に揚げ時間や温度を変えたり、試行錯誤を重ねること5年。納得する味にたどり着きました。大盛りだけの店だねって言われないように、しっかり味を追求していきたいなと、がっつり言ってほしいです。デカ盛り生姜焼き、そこには店主の熱き思いが詰まっていました。続いては地下鉄茅場町駅から徒歩3分、創業72年の洋食屋さん。店主は名門ホテルオークラで修行を積んだ越田武雄さん63歳。評判の味は肉汁あふれるハンバーグの丼。コクが深い自慢のデミグラスソースは、牛すじにセロリやトマトなど5種類の野菜を20日間かけて煮込むこだわりよう。卵を絡めるとマイルドに。こちらは2種類のソースで味わうオムライス。ケチャップライスと卵を混ぜてから焼き上げているため、とろっとろふわふわ。そんな店のすごい生姜焼きは、ポークジンジャー1650円。厚さ 1.5 センチの肉は柔らかくてジューシー。ソースはコクと甘みが深く、後味あっさり。肉の甘さっていうのが出てくるし、あとジンジャーの甘さが絡まってご飯が進んでいます。使う肉は油があっさりとして甘く柔らかい銘柄豚。塩コショウで下味をつけ、小麦粉でコーティング。肉の旨味を閉じ込め、ソースが絡みやすくなるとか。ラードで旨味を引き立て、表面に焼き色がついたら、日本酒で香り付け。蒸し焼きにし、柔らかく仕上げます。ソースにもこだわりが。まろやかな、人気の出そうなソースができないかなと思って考えたんですけど。使用する醤油は醤油麹を合わせて再び熟成させているので、濃厚でコクが深い。みりん、酒と合わせたら、おろした生姜を投入。最大のこだわりは、大根をすりおろして入れます。
大根おろしを入れ甘みをプラス。後味もあっさりとした仕上がりになるとか。この味が誕生したのは7年前。もっと美味しくなるのかなというのは常に考えましたね。自分の色は出したいなと思いました。その時店のメニューには先代の父が作ったポーク生姜焼きがありました。醤油の甘辛さが効いた昔ながらの味で今でも人気のある一品です。しかし武雄さんは自分の味を作りたいと新たな生姜焼きを作ることに。その姿をそばで見守っていた妻の和代さんは、勘だけで生きてる感じで、こっちの食材の方が面白いんじゃないかなって言って、いきなりこう大根入れ始めたんで、本人はそれで全部納得して生きてきてるんで。そして今味を受け継ぐ3代目が息子の明雄さん。4年前に修行先から戻り、父の元で腕を磨いています。まずはこの味をしっかりと引き継いで、自分の味をしっかりと出していけるようにしていきたいと思います。初代、2代、3代、まあ、それができると楽しみですね。父から子へ、こだわりの味は世代を超えて愛され続けていくでしょう。続いては東京浅草から。浅草の専属通り商店街にやってきました。この辺りなんですが、ありました、あちらですね、弥生さん。1924年創業の食堂弥生。のれんに中華洋食って書いてありますね。失礼します。あ、こんにちは。ご主人でいらっしゃいますか？はい、いらっしゃいませ。お、なんかちょっとくつろげそうな感じのお店で、ね、いいですね。大正時代にオープンしたお店の3代目大西さんです。創業時はカフェスタイル、浅草で洋食とお酒を出すハイカラな店と評判に。戦後は2代目の大西さんの父親が中華料理店で修行し、ラーメンも出すようになりました。そして今、3代目の大西さんが作る人気メニューがポークソテー。分厚い豚肉を丁寧に焼き上げ、柔らかくしっかり肉の甘みが味わえる一品。自家製デミグラスソースをかけていただく古き良き日本の洋食スタイル。すごいんですよ、大迫力、大ボリューム。私のほら手ぐらいあるんですけど、厚みがまたすごいんですよ。これすごいですね。すごい綺麗な断面してますね。さて、そのお味は。ジューシーでしっとり柔らかくて、でも表面はサクッとちょっと軽やかな食感なんですよ。さらにからしをつけていただく懐かしの洋食スタイル。からしのこうちょっとピリッとした辛みが味を引き締めてくれて、昔ながらの洋食の贅沢な食べ方。この人気メニュー、完成まではちょっと時間がかかります。まず 300g の厚切り豚肉に粉を薄くつけて、肉の旨味が逃げないようコーティング。そして焼く油はこだわりのオランダ製の高級ラードとサラダ油をブレンドしたもの。しかも最初は低温から焼き始め、ゆっくり加熱して肉の旨味を閉じ込めるんだそう。これ大西さんが試行錯誤の末に生み出した豚肉を柔らかく仕上げる焼き方。両面焼いたらお酒を入れてフランベ。火加減を調節しながらおよそ15分、ようやく焼き上がりました。しかし、この調理法、先代のポークソテーとは全く違うんだそう。親父に教わっ
って自分で改良してより良くしたっていう。豚肉を柔らかく仕上げる火加減に加え、仕上げのデミグラスソースも三代目が苦労の末に生み出した味。準備は前日から。まずは牛すじ肉にトマトや人参を加えて煮込む。大正時代から続く洋食の技です。さらに三代目が生み出したアイデアが、豚足や鶏のもみじを使った中華スープ。中華と洋食の二刀流というかハイブリッドでやってるんでハイブリッド、はい、はい。デミグラスソースも結局うちは中華スープで煮込んでまして、はい、ですから牛と豚と、鶏と3種類入ってますので。父親の中華スープと祖父の洋食の技を合わせ生み出された特製デミグラスソースなんです。じっくり焼いた豚肉と相性抜群の味に惚れ込んだファンは、ノスタルジックな味で結構好きな感じですね。お肉がとても柔らかい。あとやっぱりこのデミグラスソースですね。あっさりしてて全然しつこくないので。あ、来た来た、来ました、はい、ありがとう。食べて。ポークソテーのためにわざわざ予約をして食べに来る常連さんも大勢いるんだそう。100年近く続く店で新しい味を生み出してきた三代目。料理に対するこだわりは、いつか味に飽きて常連さんもなんか前より美味しくないなとか感じたりすると思うんで、常により良いものを作るように努力はしてるつもりなんです。やっぱりゴールはまだないですね。大正時代から愛され続ける味、お客さんにとっての美味しさにこだわり、日々改良しながら続いていくレトログルメです。まずやってきたのは JR 荻窪駅から徒歩およそ11分。ここに長年愛されている食堂があるんです。あ、こちらですね。あ、もういかにも長年ここでやっていますといった佇まいですね。創業66年のことぶき食堂。長く地元の人々のお腹を満たしてきました。豚のレバーとニラ、もやしなどを濃厚な醤油だれで炒めたレバ野菜炒めの定食や、サクサクのアジフライ定食など、家庭的な味わいが好評です。中でも人気なのが、豚肉を唐揚げにした、その名も、豚から定食1000円。お客さんの8割が、これを頼むという看板メニュー。肉の上には、醤油ベースの自家製のタレがたっぷりです。豚から病みつきになって、やっぱりここじゃないと食べられないっていう。量も多くて、大盛りですごい美味しかったです。大坪さん、いかがですか？噛んだ瞬間にこの豚肉の旨味が口いっぱいに広がって、でその肉汁の甘みがこの上にかかっているタレとよく合っていますね。でこのタレが酸味が効いているのでさっぱりと食べられますね。豚からに情熱を注いでいるのは3代目店主の白石典子さん42歳。豚肉の旨味を生かすため卵もパン粉も使わず片栗粉だけをまぶします。そして油はラード 100%。 なんか甘みも出るし味の深さみたいなのが出るのは絶対ラードですね、うん、タレはニンニク、生姜に醤油とたっぷりのお酢を混ぜたもの。これが肉汁との相性抜群なんです。豚からを考えたのは典子さんの父小宮辰之助さん。実は3年前エブリィはこの店を取材していました。辰之助さんは妻京子さんと2人で店を切り盛り、元気に豚からを揚げていました。
一人娘として大切に育てられたのりこさん。でも、思春期には父のことが恥ずかしかったそうです。常連さんが来たら、もう一緒に飲み出しちゃうみたいな。で、それがすごい嫌だなっていうか、なんか恥ずかしいなとか思った時もあるんですけど、なんかちゃんとしてないのかなみたいな。サラリーマンの家庭に憧れ、雑誌の出版社に就職。ライターとして働いていました。その後、サラリーマンの夫と結婚。二児の母になり、幸せな日々を送っていました。ところが、2020年、辰之助さんは脳梗塞で倒れ入院。もう、厨房に立つことはできなくなったのです。びっくりして、父もでも年だもんなと思って。そんな時、ふと浮かんだのは、豚からを頬張るお客さんの顔でした。こんなにも、父の味を愛してくれている人たちがいる。その思いが、決意へと変わります。豚からを守ろうみたいな。とりあえず私の使命はそれっぽいみたいな。いても立ってもいられず店を手伝い。気がつけば、豚からを揚げる練習を始めていました。しかし、素揚げに近い豚からは、ちょっとした油の量で、味も食感も違ってくるため、苦労したと言います。ちょっとラード少なめだと、あまりが良くないですね。ベタっとしちゃうこともあるし、本当に色が悪くなることもあるし。父のような揚げ具合を目指し、今も努力の日々。今年2月、父はとうとう帰らぬ人になりました。形見となった父の味。それをよりバージョンアップさせようと、のりこさん、新たな試みを始めました。タルタルしちゃおっか。タルタルソースを作ります。かねてよりボリュームたっぷりの豚からを味変できる新たなソースはないかと考えていたといいます。一工夫して定食につけているきゅうりのぬか漬けを入れて酸味と爽やかさを加えてみました。パートの皆さんに試食してもらうことに。うん、おいしい、おいしい、うん、酸味はいいよね。酸味はいい、辛味っていうか、おいしい、よかった、おいしい、のりちゃん天才です。よく言われます。早速このタルタルソースをプラス50円で出してみました。さて反応は。普通のタルタルソースと違った感じでとても美味しかったです。味を変えられるので、まあ、飽きないのでまあいいかなと。他にも豚からを使ったサンドイッチやカレーなど新メニューを次々と開発。豚からへの情熱は今も増す一方です。だから私にとってはなんだ、つなぐもの、ことぶきとお客さんで、父親から私、なんか単なる食べ物の域を超えてるかなという。父から受け継いだ宝物、のりこさん、これからも大切にしてくださいね。続いて中野駅。駅から歩くことおよそ5分。こちらが厚切りとんかつが人気の店。店名はついてるポークマンと読むんだそう。失礼しまーす。はーい。おー、オープンキッチンで、なんかおしゃれな雰囲気のお店ですね。やるくて美味しいです。安くて美味しいです、はい、ダイエットしてるんで食べないようにしてるんですけど、ここに来るときはめちゃめちゃ食べます。厚切りのとんかつとはいかなるものか。ボックアツレアカツの 150g です。おー、すごい。断面がこっち向いてますね、この厚み。これが噂の極厚レアカツ 250g。 おかわりができるご飯とスープがついて1000円です。その厚さはいかほどか。 3.5cm。 厚さ 3.5cm なり。
まずはシンプルに塩でいただきます。いただきます。うん、柔らか、しっとり、ジューシーですよ。表面は本当に軽くさっくり揚がっていて、中から旨味と水分が噛んだ瞬間にこうじゅわーっと口の中に広がっていく。ソースは3種類をブレンドし、そこにケチャップ、蜂蜜などを加えたコクがあるもの。カツのうまさを引き立てます。カツにはどんなこだわりがあるのか。小麦、トウモロコシ、ペパーミントなどを与えたカナダ産の豚肉はうまみが強い。店のこだわり、低温調理は店独自の調味液に浸して1時間じっくり中まで火を通します。とんかつは生パン粉をまぶし1分揚げます。低温調理済みなのでこの時間で出来上がり。この作り方を考えたのは店主の鈴木さん。中野で熟成肉を使った肉バルなど5店舗を経営。こちらの豚肉料理専門店は5年前に開店しました。なんでこの低温調理をしようと思われたんですか。はい、中野はコスパ命の街なので、熱いものをスピーディーにということで、あらかじめ熱を入れといたものをさっと仕上げて出せるというようなことでこの低温調理を始めました。他にも肩ロースを 300g 使い、ガーリックソースで仕上げた極厚トンテキ1000円。ちょっとフルーティーなガーリックソースが肉の旨味を引き立てます。ジンジャーソースで仕上げた極厚ポークジンジャーもご飯スープがついて1000円。テンション上がります。厚切りのとんかつっていうのはどうですか。やっぱこうちょっと夢がありますよね。そう、厚切りには夢がある。中野の厚切りとんかつの店でした。続いて目黒区自由が丘、駅から歩くことおよそ3分。こちらが厚切りのポークステーキが人気の店、マロリーポークステーキ自由が丘店です。1階は厨房とカウンターが5席、2階はテーブル席が14、3階12席もあります。豚がこんなに柔らかく調理されてるなんて初めてです。最高ですね。とっても美味しいです。こんな暑いの家では絶対焼けないんで、ね、素晴らしい。このお値段でこの味が食べられるってなかなかないですね。メニューには山の名前が、高尾山に、もう富士山も、その上がマッターホルンで、これも人気とか、果たしていかなるものか。はい、すいません、お待たせしました。はい、マッターホルンになります。すごいですね。アルプス山脈が見えますよ。本当にこのまま持ったら顔見えなくなりません。すごいですね。うお、これぞ肉塊。厚切りポークステーキマッターホルン 700g、 ライススープがついて2590円です。これは量りが上がりそうですね。いきますよ。その厚さはいかほどか。9.5、 厚さ 9.5 センチなり。使うのはカナダ産の三元豚、重さ2キロ。肉が大きいので筋切りは一度にたくさんの刃が出るこのカッターで。ステーキ作りは2日がかり。リンゴジュースやウスターソースなどから作った調味液を加えて旨味と柔らかさを引き出します。それを66度のお湯でじっくり6時間かけて中まで低温調理。注文が入るとそれぞれの大きさに切り分け、こんがり焼き上げて出来上がり。入刀。おー、はい。すごい。
調味料もいろいろあり、味変が楽しめます。まずは素材の味を楽しむ岩塩で。ではいただきます。香ばしさとともにもう肉の香りがふわーっと鼻から抜けていって、うわー、うまみが濃厚ですね。付け合わせのクリームスピナッチはほうれん草をホワイトソースであえたもの。ポークステーキと相性抜群。この後とんでもないポークステーキが登場。笑いしか出てこないですよこれ。自由が丘で厚切りポークステーキが人気の店。メニューがすべて山の名前なのはなぜなのか。この店のほか居酒屋なども経営している店主は、もともと居酒屋で出してたメニューなんですけど、まあ大きいお肉を出して、なんかすごい山みたいだねっていうので、コロナ禍でアルコールが出せなくなったので、まあそれでポークステーキ突き詰めてこの店を始めました。店名のマロリーはイギリスの登山家の名前。なぜあなたは山に登るのか、そこに山があるからの名言で有名な人。マッターホルンがあるっていうことは、はい、エベレストもあったりするんですか。もちろんありますね。 ありますか、はい、はい、それさらにその上のサイズのオリンポスという山もありますんで。え、その上、はい、オリンポス、え、知らない。火星にある27,000メーターの山ですね。火星まで行っちゃいますか、はい、オリンポスは重さおよそ2キロ。これを丸ごとフライパンで全面香ばしく焼き上げます。かなりの重労働。オリンポスになります。笑いしか出てこないですよこれ。厚切りポークステーキオリンポス2キロ6190円。店では7、8人でシェアするのを勧めていますが、中にはこれを一人で平らげる強者もいるとか。厚切り肉を思いっきり頬張ればみんな笑顔に。厚切り最高！ポークステーキの店でした。続いては池袋のほど近く、地下鉄金目町駅から歩いて7分ほど、地元で愛される洋食店があります。それがこちら、グリルモズ。創業昭和58年。迎えてくれるのはチャーミングなおかみさん。長年常連客の憩いの場になっている人気店です。店を営むのは山岸さん親子。65歳の母恵美子さんは接客と調理の補助を担当します。そして調理を担うのは41歳の息子純平さんです。もともと店をオープンしたのは恵美子さんと夫の誠さん。しかし2年前誠さんにがんが見つかり仕事を引退。今は母と息子の2人で店を守っています。そんなモズの看板メニューが、カニクリームコロッケがセットになったポークジンジャー定食1050円。自家製のジンジャーソースが評判のメニューです。こちらもディレクターの鈴木が一口。甘さ控えめの味付けがご飯に合いますね。大きな豚肉にかける甘さ控えめのジンジャーソースは父誠さんのこだわりの味。うちの家はやっぱりポークジンジャーっていうか生姜焼きは甘いのは好き、ご飯に合わないと思ってたから。ご飯に合うようにと砂糖は入れずにみりんの甘さだけを生かした父のレシピ、それを今は純平さんが受け継いでいます。
昔から変わらぬ味と恵美子さんの明るい接客はいつ来ても元気がもらえると評判です。モズの一日が始まるのは朝の9時から。おはようございます。鈴木さん、今日も頑張ります。よろしくお願いいたします。恵美子さん、朝から元気いっぱい。開店前の準備は恵美子さんが一人でこなします。慣れたもんでね、次から次へもうやることはテキパキとやらないと。看板を出したり、肉や野菜の下準備、付け合わせの調理など、やることは盛りだくさん。そろそろお米にスイッチ入れますね。おいしゅうなれ、おいしゅうなれ。おいしく炊けろ、炊けろ。その後、息子さんの純平さんも合流し、11時、いよいよ開店です。お願いします。あ、どうも、マイクです。今日もいいお天気。ありがとう。元気にお客さんを迎えます。注文が入ると純平さんが手早く調理し、恵美子さんにパス。そして笑顔で客席へ。正午過ぎ、厨房が忙しくなると恵美子さんも盛り付けを手伝います。でも、雑だから。繊細な作業はちょっと苦手。純平さんが仕上げて、すかさずお客さんのもとへ。底抜けに明るい恵美子さんの接客、そこには一番の応援団が。やっぱり主人は私がお店で働いてる姿が一番好きなようなので。金目町で人気の洋食店グリルモズ、恵美子さんの明るい接客には一番のファンがいました。やっぱり主人は私がお店でいろいろお客様と楽しく接客したりとか、働いてる姿が一番好きなようなので。がんで闘病中の夫、誠さんが好きだという恵美子さんの明るい接客。夫のためにもこだわり続けたいと言います。誠さんと恵美子さんが結婚したのは昭和54年。純平さんが誕生したのはその1年後のこと。その後、昭和58年に念願の店をオープン。長年、夫婦二人で店を営んできました。しかし、2019年、突如、誠さんに病が襲いました。一番最初は目が見えなくなって、それっていうのは、ここの血管の、あれが、おかしくなって、はい、で、行ったら、もう目が見えなくなって。誠さんは仕事ができなくなったため、別の飲食店で働いていた純平さんが本格的に店に入りました。さらにその1年後、誠さんにがんが見つかりました。今ここ何ヶ月は寝たきりと動けないので、まあね、私がそばについていてあげるのがいいんだけど、はい、ね、やっぱり心配でこんなに息子と頑張ってやってるっていうところがね、安心してくれる。しかし、この取材の1週間後、誠さんは73歳で亡くなりました。後日再び店を訪ね、話を聞きました。どうぞ。どうぞ。親父の作ってた時と同等、それ以上のものって思ってやってます。本当にずっと見守ってもらいたいですね、うん、だから頑張って今まで通り健康で楽しく明るく私らしく続けていきたい、そういう気持ちでいっぱいです。誠さんが見守るこの店、それを妻と息子が守り続けます。まずは学生の街、西早稲田。
早稲田通り沿いの地下1階にあるご飯どころ早稲田屋。テーブルが4卓と小さな隠れ家的なこの店、はい、店を仕切るのは下村さん夫婦。厨房で調理をするのは夫の和幸さん57歳。そして接客を担当するのは5つ年下の妻京子さん。店の看板メニューは生姜焼き唐揚げ定食880円。常連客の胃袋をがっちりつかむダブルメインの定食です。まずはディレクターの中村が一口。生姜が効いてて本当癖になる味ですね。美味しいです。早稲田屋の一日が始まるのは朝の10時半。厨房では和幸さんが一人開店の準備を始めていました。厨房の中を覗かせてもらうと、失礼します。動けるスペースはわずか1畳ほど。ここで仕込みから料理まで全部やっています。狭いんで、9割が仕込みです。だから作って出すのはもう1割ぐらいです。狭い厨房で手早く客の注文をこなすため、あらかじめ材料を仕込んでおくとか。生姜焼き用の豚肉は丸めて1人前に、炒める玉ねぎも一人分ずつザルに分けます。店内狭いじゃないですか、うん、で4テーブルしかないんで、うん、だからどれだけ早く出すかが売り上げにかかってくるじゃないですか。だからやっぱり早さにはこだわってますよね。11時、妻の京子さんがやってきました。おはようございます。はい。京子さんは開店前に買い出し。なんか手伝わないんですか？手伝わないです。もう完全に分かれてるんで。場所的に言うとこっちですけど、ホール担当、調理担当。自然とそういう風に流れでなりました。店が狭いから生まれた夫婦のルール。それが息の合った仕事につながっています。11時30分、早稲田屋開店です。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、大丈夫ですよ。どうぞ。開店と同時に客が来店。お二人、じゃあこんな感じで。注文が入ると、和幸さんは素早く調理を始めます。唐揚げで4分かかるんですけど、4分の間に作り切る感じ。早さへのこだわりは京子さんも同じ。ご飯を盛り付け、料理が出るとすかさず客の元へ。はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。料理が出るとほとんど同時にご飯を乗せる2人の動きに全く無駄はありません。まさに夫婦ならではのあうんの呼吸。音でわかります。炒め物のジャーが終わったら大体出るじゃないですか。22年やったらそうなりますよ。あえて厨房に入らず仕事の効率を上げているとか。そこには長年の歴史が。これここですよ、ここここの空間が全てを作る。暗黙の了解で信頼ですよね。うん、出せばやってくれるだろうみたいな。私も言えば作ってくれるだろうっていう。これとこれとこれだよって言ったら完璧に出す。そんな2人の出会いは34年前。和幸さんは高校卒業後パブでウェイターをしていました。その4年後、高校を卒業したばかりの京子さんがウェイトレスとして就職。すぐに2人は意気投合し交際がスタート。そして結婚。長男が生まれ一月が過ぎた頃、和幸さんが突然、店をやりたいから会社を辞めると言い出しました。
びっくりですよ。和幸さんは仲間二人とこの店を立ち飲みの店として開業しました。しかし、定食しか食べに来ないんで、この町は飲まないんだなと思って、それで定食に変えたんです。和幸さんは仲間たちから店の権利を譲り受け、定食をメインにした店にリニューアル。生まれたばかりの子供を抱えた京子さんは、接客を担当することに。何女房を巻き込んでやってもらうしかないんで。料理の経験がほとんどない和幸さん。京子さんには、接客以外にもやってもらいたいことがありました。味は私がプロデュースします。チェックして出します。実は、京子さんは結婚前、和幸さんの母親が営んでいた小料理店で厨房に立っていました。和幸さんは母の味を知る京子さんに味を見てほしいと考えていたのです。その母の味は、生姜、玉ねぎ、リンゴをベースに。あと一つは、企業秘密なんです。味の要なんです。忘れないように。切った材料をミキサーにかけ、5分強火で煮込めば、母直伝の特製ダレが完成です。直伝のタレはほとんどの炒め物に使っています。この味に惹かれ常連になった客も多いとか。遅い昼食、このタレを使ったまかないを2人で食べます。 OK、 おいしい。そんな2人はお互いをどう思っているのでしょうか。京子さんは楽しいところですね。毎日楽しくやってます。二人で楽しくお店が死ぬその日までやっていられればいいかなと思います。そして和幸さんは、女房がやってないとうちのお店はここまで続かなかったと思いますよ。かけがえのない人ですよね。結婚して27年、狭いながらも夫婦で築いた店、これからも二人仲良く頑張ってくださいね。焦げてしまったのかと思うほど真っ黒なとんかつ。カラッと揚げたジューシーなフライドチキンは、顔が隠れてしまうほどの大きさ。今、見た目や味にインパクトのある肉料理を出す店が続々と登場しています。まず訪ねたのは、今年3月東京目黒区にオープンしたとんかつ専門店。この店のとんかつは衣が変わっていて、真っ黒じゃないですか。出てきたのはなんと真っ黒なロースとんかつ。実はここ黒いとんかつの専門店。鹿児島県産の黒豚を使っていることから、衣まで黒く仕上げました。この黒さの正体を聞いてみると、竹炭が入ったパン粉を使っております。竹炭を練り込んだパン粉を使うことで衣が真っ黒になり、油の切れが良くなるといいます。そして豚肉は肉質が柔らかく、ほのかな甘みが特徴の鹿児島県産の黒豚を使用。この黒豚に卵を絡め、竹炭が入ったパン粉をつけます。155度の低温でじっくり時間をかけて揚げることで、しっとりジューシーに仕上げています。インパクトのある見た目の黒いとんかつ、その味は、衣サクサクなんですけど、とてもきめ細やかで舌触りがとてもいいですね。
そしてなんといってもお肉柔らかいですね。衣のサクサクとお肉のしっとりとした食感とても合います。世代を超えて愛される味、その味を受け継ぐのは大正13年創業、鎌倉に店を構える食堂の3代目。お腹いっぱいになっていただけました？なりました。よかった。時代の流れとともに消えた初代の名物とんかつ。3代目はその味を復活させました。さらに、新たに作った麻婆豆腐は、意外な食材を使った本格的な一品。集大成だと思います、これは。創業は昭和10年頃。秩父にあるファミリーレストランでは、昔懐かしい味が楽しめると評判。店を守るのは3代目の夫婦。厨房でびっくり。50年ぐらいはもうここでやってます。受け継ぐ味を守るため、およそ50年前からずっと今でも使い続けているんです。昔ながらを貫くしかない。さらに、地元ならではの名物も。我ら、三代目店主、家族で守る幸せの味、どうぞご堪能あれ。まずは神奈川県鎌倉市。鎌倉駅から徒歩1分の場所にある浅草食堂は、地元の人や観光客が訪れるお店。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。店の主は3代目藤原康夫さん。創業は大正の13年と聞いております。もともと東京田原町で、うちの初代がやってたんですけれども、大正の震災で被災して鎌倉の方に疎開したそうです。初代で祖父の義治さんは浅草田原町で洋食店を営んでいました。しかし関東大震災で被災し鎌倉に移住、翌年の大正13年この食堂を始めました。店名が浅草なのは、昔はその出所の地名で呼ばれることが多かったらしいんですよ。で、まあ浅草さん言われるようになりまして、でこの屋号にしたそうです。3代目が作るのは和食から洋食中華などバリエーション豊富。そして看板メニューがこちらの分厚いとんかつ。厚さ2センチの豚ロースをラードで揚げた一品は、祖父の代から名物として受け継ぐ味。美味しかったです。単純に柔らかいのではなくて、もうやっぱり一番の違いが弾力がある柔らかさ。実はこのメニュー2代目で消え、3代目が復活させたものなんです。途絶えてしまった訳は、揚げて余熱で火通すのに30分から40分かかってしまう。初代が作るとんかつは調理時間が30分以上かかるものだったのです。昔のお客様はお酒を飲みながら、そのうなぎ屋さんやお蕎麦屋さんのように一杯やりながらお待ちいただくことができましたけれども、今はお客様をお待たせするわけにはいかないと、2代目の頃は長い調理時間がネックとなりメニューから消えてしまったんです。これを復活させるため、3代目が取り入れた方法が、低温調理した肉を揚げる、だったら時間が もっと短縮できますので。それは低温調理法。あらかじめ8時間じっくり肉に熱を通し、注文が入ったらカットして薄く衣をつけ、ラードで揚げます。そうすることで揚げる時間はおよそ4分、余熱もおよそ4分と、初代の頃30分以上かかっていた調理時間を大幅に短縮。
祖父の看板メニューを復活させました。とはいえ3代目、実は店を継ぐ気はいい、全然。もともとは大学卒業して出版の仕事をやって、勤めてまして。安尾さんは子供の頃から店の手伝いをしてきましたが、大学卒業後出版社に就職。しかし祖父の勧めで飲食の世界へ。ホテルの中国料理店などで修行を重ねました。そんな中、二代目の母が病気で倒れ、安尾さんは10年前店に戻り、のれんを継ぐことに。いらっしゃいませ。三代目が新たに始めたのが、麻婆豆腐。そのソースにはこだわりが。まず、ラードで炒めるのは、玉ねぎのみじん切り。麻婆豆腐に砂糖、諸糖は使ってないんですよ。ですんで、自然な甘みを出すために玉ねぎを入れています。そこへマトンです。肉はマトンを使います。本格的な味を求めるご主人のこだわり。さらにタケノコ、ザーサイ、戻した干し椎茸を入れ、甜麺醤、黒豆を発酵させた豆豉などで味付け、ラーメンスープを加え、とろみをつけたら、ネギ、赤パプリカで彩りをプラス。仕上げに麻辣油、おろしニンニクなどを加えたら、麻婆ソースが完成。中国料理の職人としての集大成だと思います、これは。具沢山のソースで作る麻婆豆腐は、マトンの歯ごたえと風味豊かな辛みが楽しめる本格的な味わいです。開店は朝6時。早速作るのは朝食用の野菜たっぷりの味噌汁です。具沢山な味噌汁。さらに昔ながらの羽釜で炊いたご飯はもうツヤツヤピカピカ。店を継いだ10年前、駅周辺に朝食が食べられる店がほとんどなかったため始めたんだそう。そして昼時、厨房では、ニラ玉一分後。三代目が一人でフル回転。ラーメン上がるよ。はい、上がるよ。そんな慌ただしい中でも欠かさないのが、お腹いっぱいになっていただけました。なりました。ごちそうさまです。ありがとうございます。お腹いっぱいになっていただけましたか。あ、お腹いっぱいになりました。ありがとうございます。お客さんへの声かけ、厨房からも、お腹いっぱいになっていただけましたか。よかった。祖父がこちらに来て、まあ、鎌倉の人によくしていただいて、こうやって今持ってるわけじゃないですか。一番やっぱ感謝でしょうね。その感謝をちゃんと形にして仕事というものでお返してきた、そのためにやってるのかもしれませんね。鎌倉に店を構えて97年、三代目は感謝を込めて祖父の味を作り続けています。一方、埼玉県秩父市、地元の総鎮守秩父神社のほど近くにあるファミリーレストランみのりは、懐かしい味が楽しめると地元の家族連れや観光客に人気のお店。厨房を担当するのは3代目の池田雅人さん。妻の茜さんが厨房の補助と接客を担当。夫婦二人三脚で切り盛りしています。茜さんは姉さん女房だそうで一回り違うんです。いやー、そんな風には見えませんね。よく言われます
実はこのお店、あかねさんの実家だそうで、創業は昭和10年ぐらいからだと思います。前は多分甘味屋さんで、あの通りの向こうでお店をやってたと聞きました。初代で祖父の清さんはもともと甘味屋を営んでいましたが、秩父に食のデパートを作りたいとの思いから昭和10年頃食堂をオープンしました。そんな初代の思いを受け継ぐメニューがこちらの A ランチ。ワンプレートにエビフライ、唐揚げ、シューマイ、肉団子など盛りだくさん。まるで大人のお子様ランチのイオン。ラーメンは煮干しと昆布、カツオから取ったスープに自家製の醤油ダレを合わせた、どこか懐かしい優しい味わいです。もともと祖父がもうね、秩父に食のデパートを作りたいと言って、こういう和中洋もう何でもありのと作ったので、昭和40年代前半のメニュー表、当時 A ランチは400円、ラーメンは80円でした。もう40何年ですよね。なんかみんな本当ここの味好きなんですよ、家族が。何でも美味しいですよね。美味しかった。全部食べてる。さらに3代目が新たに始めたメニューも。こちら2枚のカツがドーンと乗ったわらじカツ丼は地元秩父の名物の味。厚さを、0.5 センチにぐらいに調整して薄くしてあります。小さいお子さんからお年寄りまで楽しんでいただけるように噛み切りやすいようにしてあります。およそ 0.5 センチの厚さにスライスした豚ロースに乾燥パン粉をつけカラリと揚げたら、地元のたまり醤油を使った自家製の醤油ダレにくぐらせます。たまり醤油とちょっと、丸みが出て奥行きがあるような味になる。さらに秩父豚祭り丼はわらじカツと、これまた地元の名物豚味噌を一度に楽しめる一杯。自家製味噌ダレに3日漬け込んだ豚ロースを香ばしく焼き上げ、ご飯にのせたらわらじカツも添えます。カツがサクッとしてて味がさっぱりしてるんですけど、味噌豚の方は味が深くてちょっと濃いめなんですけど、そのメリハリがあったので非常に食べやすく美味しくいただきました。はい、4人姉妹の長女として育った茜さん、実は全くそのような気持ちはなく、もう本当に好き勝手やらせていただいてました。短大卒業後、東京で就職しましたが、母が病気で倒れると秩父に戻り、実家から通勤することに。そんな中、母が他界。長女の茜さんは仕事を辞めて店に入りました。しかし、二代目の父、つとむさんは。やらなくていいよって言ってました。お嫁に行って幸せになりなさいって言ってました。うん、娘を思っての言葉でしたが、あかねさんは店を残したいと。自分が生まれた時に、こういった食堂、子供ながらにいい思い出、楽しかったなっていう思い出がありまして、この場所を、この雰囲気をなくしたくないなって。そんな茜さんを後押ししたのが、当時付き合っていた雅人さん。雅人さんは地元の和食店で働く料理人でした。長女だし、まあこの店も大切にしてるだろうから、なくしたらあれ、おじいちゃんとか創業してくれた人に申し訳ないだろうなと思う気持ちがあると思ったんで。僕池田になるよって言ってました。嬉しかったですやっぱり、そして2人は結婚。雅人さんは店に入り、茜さんは雅人さんと共に3代目としてのれんを継ぐことになったのです。
そんな夫婦がこだわるのが昔ながらの作り方。昔ながらの乾燥パン粉です。なかなかこういうガリガリした硬いパン粉はもう、ね、今はあんまり使ってないと思います。揚げ物に使うパン粉はカリカリとした食感を生む昔ながらのもの。昔ながらを比べてしかないです。さらにこんなものまで発見。これはすごい手がかかるんですが、今も必ずこれでやってます。およそ50年前から使い続けているそうですが、一体これ何に使うんでしょうか。埼玉県秩父市にあるファミリーレストランみのりは昭和10年頃創業。三代目の夫婦が切り盛りするお店です。厨房で発見したのは随分と年季が入ったもの。これは一体？こちらは炊飯器です。炊飯器？はい。実はこちら業務用のガス炊飯器。これ専用の、炊飯釜がありまして、専用の炊飯釜で炊けるのが 1.7 升。およそ50年前から使い続け、今でも現役なんです。その時の気温、水温とかにもよって、火加減や、炊く時間、蒸らしの時間なんかも変えてくので、これはすごい手がかかるんですが、でもこれなりの良さはやっぱりあるんじゃないかと思ってます。夫婦でのれんを継いで10年。私たちは本当に昭和のその当初のものを当初の作り方で教わった通りに守っていきたいと思います。100年まで続けていけるように今は頑張ってます。創業およそ85年、三代目夫婦は100年を目指し、今日も祖父の味を大切につないでいます。家族で頑張る人気のとんかつ屋さん、そこには親子の絆が紡ぐドラマが。銀座で見つけたのは分厚いとんかつなのに柔らかくてジューシー。なんか肉が甘くて美味しいですよね。店を営むのは父と息子。その関係がちょっと微妙でして。汚いですよ。自分で掃除したことないんで、神経質ですね。二人を見守る母は、性格が一緒だからね、やっぱり引かないのよね、どっちも。頑固者、ことあるごとにぶつかってきた。そんな二人がコロナ禍を乗り切るために新たなとんかつ弁当を模索。しかし、衣はちょっと厚めの方好きなんで、余熱入れる時間があるなら薄い方がいい。またしても衝突。店を守るため2人が考えた作戦とは。一方、新宿にある3代続くとんかつ屋さん、揚げたてのカツにトロトロの卵とじをオン。サクサク食感と味が染みたとんかつ、二つの味が楽しめるカツ丼だ。唯一無二の味を生み出した父、背中を追う息子は、こういう風にしたいなと思ったらとことん行くんで、そこはすごいなって思うんですよね。そんな息子も新メニューに挑戦。その味に外国人も驚いた。アイディアとしては面白いと思う。俺たちの令和物語、コロナに勝つ、とんかつ愛あふれる家族のお話です。まずは、歌舞伎座から歩いて3分ほどのところにある銀座西村。ご近所さんが集う人気のとんかつ屋さんです。皆さんのお目当ては上ロースカツ膳、豚汁ご飯がついて1500円。
分厚い肉は絶妙な熱の入れ加減で柔らかくてジューシー。でもなんか肉が甘くて美味しいですよね。あんなで食べても脂っぽいっていうのはないね。使用する肉は冷蔵庫で4日以上熟成させます。そうすることで肉は柔らかくなり甘みが増すと言います。あっさりの秘密は衣。小麦粉を合わせた卵にイン。衣は薄くなり油っぽくならないとか。最大のこだわりは短時間で揚げること。火が入れば入るほど硬くなっちゃうん でなるべく余熱で火は入れたいんですね。あとは余熱でじんわりと火を通す。肉は柔らかくてジューシーな仕上がりに。店主は2代目の西村慎一さん49歳。夜の営業を担当。昼の営業は先代である父吉郎さん、母の恵子さんが調理をサポート。2代目の妻頼子さんは接客担当です。店がオープンしたのは22年前。とんかつ屋をやる、とんかつ好きの父の一言で始まりました。脱サラして始めたものの、料理は素人、とんかつ作りは独学でした。やっぱり不安だったんですよね。聞きに行く場所もわからないし、どうやればいいかなとかね。一緒にね、あんでもないこうでもないって言ってね。なんでこうなんだろうか。来る日も来る日もとんかつを揚げ続け、1日100枚揚げた日も。その度に家族が試食。それが原因で新一さんはとんかつが大嫌いに。散々食べさせられたおかげで10年間はカツっていうカツはチキンカツしか食べたことないですね。とんかつを一切口にできなくなったと言います。そんな中、懸命に働く両親の姿を見てある思いが。やっぱりなんかこう家族として少しでも思いが分かる人間が継がないと。37歳の時、仕事を辞め店を継ぐことを決意。しかし問題が。そう、とんかつが大嫌いだった。そこから始まった試練の日々。自分が美味しいと思えないと胸を張って提供できないと、毎日とんかつを食べ試行錯誤すること1年半。ついに自分が納得いく味を作り上げたのです。午後3時、新一さんが店にやってきました。おはようございます。父と息子は視線を合わせず言葉も交わさない。汚いですよ相変わらず。自分で掃除したことないんで、父親どんだけ大変かっていうの、はい、分かってない。まあそれは仕方ないじゃないかなと。神経質ですね。二人の妻たちは性格が一緒だからね、やっぱり引かないのよね、どっちも。お父さんからのなんか要望が全部こっちに来ます。はで、それを私がこう直接はなかなか言わない。喧嘩になっちゃうから。頑固者。こだわりが強く、ことあるごとに意見がぶつかっていました。そんな二人がコロナに負けてたまるかと立ち上がります。弁当で新しいお客さんを開拓。時間が経っても美味しいとんかつを目指します。家族4人で作戦会議です。揚げ方が微妙に違うからさ、衣の感じも微妙に違うから。俺衣がちょっと厚めの方が好きなんだよ
だからそこは作り手の主張があってもいいんじゃない。ちょっと厚めの衣を作るという父、これに新一さんは余熱入れる時間があるなら薄い方がいい。弁当にしたって火の通りも早いしね。弁当は持ち帰る間に十分余熱が入る。火の通りが良い薄めの衣の方が向いていると主張。とは言っても私たちには違いが分かりません。この微妙な違いに二人はこだわっていたんです。すると肉を強調しようと思えば薄い方がいいわな。父が息子の意見に歩み寄ります。卵と小麦粉の配分を変え、衣を少し薄くしたとんかつを試作することに。どうだ。これぐらいになったら大丈夫。衣の厚みもちょうどいいし。いざとなったら助け合う。やっぱり親子ですね。ない。上ロースカツ弁当は豚汁もついて1500円。さらに新一さんのアイデアで持ち歩きの長いお客さんには肉汁が出てパサつかないようにあえてカツを切らない工夫も。どうもすいません、ありがとうございます。またよろしくお願いします。どうもすいません、ありがとうございました。テイクアウトやってるっていうのを知って、で美味しいもの食べようかみたいな感じ、幸せな気持ちになりますね。父と息子のこだわりが詰まったとんかつ弁当。今新一さんが初めて明かす父への思いとは。まあ、飲食店っていう流れを10年間で作って定着させたのは尊敬できると思いますね。5年後10年後家族みんなを引っ張っていけたらなとは思いますね。コロナに勝つ。これからも家族一丸となって味を守り続けてください。続いては新宿。丸の内線四谷三丁目駅から歩いておよそ5分。3代続く、とんかつ鈴新です。3代目店主の鈴木龍介さん、31歳。父の陽一さんは接客を担当。母の貞子さんが調理をサポート。親子3人で切り盛りしています。店の看板メニューがかけかつ丼、豚汁、小鉢がついて1300円。普通のかつ丼のように見えますが、実は揚げたてのとんかつに卵とじを後からかけているんです。サクサクの食感とカツ丼のように味が染みたとんかつ、二つの味を一度に味わえる丼です。トロトロの半熟卵と甘辛い醤油味のつゆは肉の甘みを引き立てます。卵で閉じてないので肉の味が出てますよね。卵は硬すぎず柔らかすぎず、もう絶妙な加減で。こだわりは毎朝作る自家製の生パン粉。パンを一晩寝かせ、水分量を最適にし、細かく引くことで油の吸収を抑え、あっさりとした仕上がりになるといいます。丼つゆは昆布と鰹節で取った出汁に砂糖だけでなく黒糖をプラス、まろやかでコク深い甘みになるとか。そこにみりん、醤油を合わせ、ちょっと濃いめの味付けに。玉ねぎがしんなりするまで煮込んだら、卵を投入。ほとんどかけ混ぜてないんですよ、こう。いろんな食感を楽しめるようにというか。ポイントは半熟加減。絶妙なトロトロになったら、とんかつにオン。今では看板メニューとなったかけかつ丼。誕生のきっかけは、いらっしゃい。下駄を鳴らしてやってきた
常連客の一言でした。ふざけて言ってんのかなっていう感じ。かけかつ丼が誕生したのは20年前のこと。常連客の一言がきっかけでした。そのお方は40代の社長。いつもラフな格好で下駄を鳴らしてやってきました。するとこの日、おいさん、とんかつがこんなうまいなら、カツを煮ないカツ丼作ってくれないか？とんかつとカツ丼を一度に味わいたいと、とっぴなことを言い出したのです。ふざけて言ってんのかなっていう感じもしたんですけど、冒険心っていうか、なんかやってみようかなっていう。それから彼は何度も店に来ては、つゆはもっと濃くしてくれ。まあ、少なくしてくれ。指示すること1ヶ月。これだよ、おやさん。これから行列ができるよ。と言い残し、下駄を鳴らして帰っていったそう。実際にヒットしました。恩人みたいなもんですね、うちのね。3代目の息子は、あの人はもうこういう風にしたいなと思ったらとことん行くんで、そこはすごいなって思うんですよね。まあ、だからこそ多分賭けができたんだと思うんですよね。そんな父の背中を追う息子は今新たなカツ丼作りに挑戦中。タレはちょっと濃いめにして多め、外国人の方でも喜んでもらえるようなカツ丼が作れたらいいかなと思って。近くに宿泊施設が多く、以前は海外からの観光客も多かったそう。しかしコロナ禍でパタリといなくなってしまいました。コロナが収まったら外国人のお客さんにも喜んでもらいたいと、この半年試作を重ねていたと言います。それはとんかつを半分に分けると、片方は丼に乗せる、もう半分はカツ丼のように丼つゆで煮て卵で閉じる。トロトロになったら丼のとんかつにオン。サクサクのとんかつと卵とじをかけたカツと煮たカツ、3つの味を一度に味わえる一杯です。この日、日本に住むフランス人常連客のアレックスさんに試食をお願いしました。どう？外国の人が喜びます。喜んでる。私も初めて両方で何が違うかどうかを同時に比べることができましたから、アイデアとしては面白いと思う。好感触。しかししょっぱい、結構しょっぱかったけど、あ、味にダメだし。煮カツはちょっと甘めなんですよ、うちね。それからかけカツは辛めなので、ただその中間を打ってくるのがもっと改良できたなっていうか、まだ外国の方が来るまでもうちょい時間かかると思うんで、まあ、それまでにちょっともうちょっと形にしたいなっていうのはありますね。頑張ります。カツ丼で世界中のお客さんを笑顔に、これからも父と息子でオンリーワンの味を目指してください。その道を極めし職人がからりと揚げる揚げ物料理、名人技極めしとんかつが評判の店で、ダントツの人気を誇るのは厚さおよそ3センチの上ロース。お値段2500円超えと少々値は張りますが、それに十分見合う、いやそれを超える満足感があると評判の一品です。これ食べたさに、この日初めて訪れたというお客さんは、
肉の旨味がミルキーな感じでなかなかない感じの質感でした。ここまで何もつけずに美味しいとんかつ食べたのは初めてかもしれません。ミルキーさ感じる肉は鹿児島県産の南州ナチュラルポーク。私のふるさとが鹿児島でして、はい、生まれ育った鹿児島の美味しい豚肉を、はい、多くの人に食べてもらいたいということで鹿児島の豚肉を使用しています。丁寧に筋切りをし塩コショウを振ったら甘みの強い粗めのパン粉で優しく包む。そして100% ラードの中へ。あれ、勢いよくパチパチと音聞こえませんね。うちはもう最初はすごく低温から上げています。これでゆっくりゆっくり火を入れていきます。まずは120度程度でじっくりと肉に火を入れていく。で15分ほど経ったらお次はちょっと高めのおよそ170度で3分ほどカラッと揚げて旨味をギュッと閉じ込めます。こんがりきつね色になったらしっかりと油を切り余熱で5分ほど火を通す。ぜひ最初は何もつけずそのままお召し上がりください。ではおすすめの食べ方、何にもつけずそのままで。おお、肉の甘み、これがすごく強いんですよ。食べた瞬間にこの脂身の甘みがはじけて後からこう旨味があふれる感じ、すごい。青木さんがとんかつ屋さんをなりわいとしたのは父親のこんな言葉が関係していました。小さい時に父がとんかつ屋をやりたいっていうのを思い出して。鹿児島で養豚場を営む青木さんの実家、いつかとんかつ店を開きたいながお父さんの口癖だったといいます。しかし青木さんが8歳の時、お父さんは帰らぬ人に。養豚場は母とお兄さんが継ぎました。料理の道へと進んだ青木さん、そして一昨年ついに父の夢だったとんかつ店を開きました。母と兄が鹿児島の人が一生懸命育てた豚っていうものをこんなに美味しいんだよっていうのをもっとたくさんの方に知ってほしいなって思って。今店ではこんなサービスも。店内にある QR コード、これを読み込んでポチッとすると、 LINE で友人追加したら1個サービスでもらいました。初来店のお客さんへ感謝の思いを込めてメンチカツ1個無料でプレゼント。こういった状況でもたくさんのお客様に今まで支えていただいたので、そのお客様に対して何か少しでもできることはないかという気持ちでやってます。で早くコロナが落ち着いてお店で美味しいとんかつを食べていただける日が早く来るのを祈ってるって感じです。支えてくれる人たちに感謝を。父の夢を継いだ若き揚げ物職人は今日もこだわりの味でお客さんを笑顔にしています。駅から歩くことおよそ5分。こちらが厚切りとんかつが人気の店。店名はついてるポークマンと読むんだそう。失礼します。はい。おー、オープンキッチンでなんかおしゃれな雰囲気のお店ですね。やるくて美味しいです。安くて美味しいです、はい、ダイエットしてるんで食べないようにしてるんですけど、ここに来るときはめちゃめちゃ食べます。厚切りのとんかつとはいかなるものか。極厚レアカツの 150g です。おー、すごい。これ断面がこっち向いてますね、この厚み。これが噂の極厚レアカツ 250g。 おかわりができるご飯とスープがついて1000円です。
その厚さはいかほどか。 3.5センチ。厚さ 3.5 センチなり。まずはシンプルに塩でいただきます。いただきます。柔らか、しっとりジューシーですよ。表面は本当に軽くさっくり揚がっていて、中から旨味と水分が噛んだ瞬間にこうじゅわっと口の中に広がっていく。ソースは3種類をブレンドし、そこにケチャップ、蜂蜜などを加えたコクがあるもの。カツのうまさを引き立てます。カツにはどんなこだわりがあるのか。小麦、トウモロコシ、ペパーミントなどを与えたカナダ産の豚肉は旨味が強い。店のこだわり、低温調理は店独自の調味液に浸して1時間じっくり中まで火を通します。とんかつは生パン粉をまぶし1分揚げます。低温調理済みなのでこの時間で出来上がり。この作り方を考えたのは店主の鈴木さん。中野で熟成肉を使った肉バルなど5店舗を経営。こちらの豚肉料理専門店は5年前に開店しました。なんでこの低温調理をしようと思われたんですか。はい、中野はコスパ命の街なので、熱いものをスピーディーにということで、あらかじめ熱を入れといたものをさっと仕上げて出せるというようなことでこの低温調理を始めました。他にも肩ロースを 300g 使い、ガーリックソースで仕上げた極厚トンテキ1000円。ちょっとフルーティーなガーリックソースが肉の旨味を引き立てます。ジンジャーソースで仕上げた極厚ポークジンジャーもご飯スープがついて1000円。厚切りってどうですか。まあ、テンション上がります。厚切りのとんかつっていうのはどうですか。やっぱこうちょっと夢がありますよね。そう、厚切りには夢がある。中野の厚切りとんかつの店でした。おかずの定番生姜焼きがすごい。こちらおかわり30分間食べ放題コースとなってます。すごい。甘辛ダレが絶妙な生姜焼きがなんと食べ放題。しかもおろしポン酢などタレや薬味がついて味変も楽しめちゃうんです。一方、デカ盛りデカうま、ご飯が進む。ドーンと大きな豚ロース肉が10枚、特大生姜焼き定食だ。肉は柔らかくてしっとり。その秘密は？肉は焼かずに。え？焼かない？そして洋食の名店はまるでステーキ。肉厚なのに柔らかくてジューシー。ソースはコクが深くまろやか。その秘密は大根。この後は店主のアイデアが光るすごい、うまい、こだわりの生姜焼き。店主のアイデアが光るすごい、うまい、こだわりの生姜焼き。まずは JR 大久保駅から徒歩2分の店。ありました、ここですね。え、生姜焼き定食専門店って書いてありますよ。若い人や近所で働く人たちに評判の生姜焼き専門店。すいません、生姜焼きおかわりください。おかわりください。生姜焼き食べ放題です。こちらおかわり30分間食べ放題コースとなってます。生姜焼きはもちろん、ご飯、味噌汁など全て食べ放題で30分1200円。
甘辛い醤油ダレが絡んだ豚バラ肉がたまりません。まずは油を引かずに豚バラ肉をフライパンにイン。そして味の決め手となる醤油ダレ、こだわりは？マヨネーズを入れてます。タレの中に入れるとコクが出てマイルドでさらに美味しくなってます。この醤油ダレとおろし生姜をたっぷり合わせ炒めます。強火で汁を最後まで肉に焼き付けるような感じで炒めてます。強火で一気に焼いてタレを肉によく絡ませたら、仕上げに風味を引き立たせるため再びおろし生姜。味はいかがですか？うん、しっかりと醤油ベースのタレが絡んでるんですよね。で、旨味とコク、お肉からしっかりと出てて、生姜の刺激とあの爽やかさしっかりと効いてるんですよ。さらにこちら味変にどうぞ。味変。食べ放題にはおろしポン酢やピリ辛ソースなど10種類のタレや薬味がつきます。ピリ辛ソースとの相性はいかが？うん、辛いですね。でもこの刺激がいい。急にエスニックになりますね。味が全然違うので食べ飽きなくていい。ということで尾花さん、箸が止まりません。いい食べっぷりですね。おかわりください。店では食べ放題だけでなく、さっぱりとしたレモンとネギの風味が効いた塩だれ味や、ごまと豆板醤を合わせたこってりピリ辛味など、7種類の定食も楽しめます。ご飯が勝手に進んじゃうと、お腹いっぱいになって笑顔で帰っていただければ一番じゃないかなと。その手があった、専門店の生姜焼き食べ放題でした。ところ変わって神奈川県藤沢市、小田急線湘南台駅から徒歩3分の定食屋さん。デカ盛りデカうま、ご飯が進む。そう、こちらは腹ペコさんたちに人気のデカ盛り食堂。大きなチキンカツがドーンと2枚、唐揚げ定食もてんこ盛り、豚カルビのスタミナ炒めもこのボリュームだ。生姜焼きだってすごいんです。生姜焼き定食です。お肉いっぱいですね。はい、どうぞ。生姜焼き定食ダブル、大盛りご飯味噌汁がついて1760円、大きな豚ロース肉は10枚で 350g。 それでは腹ペコ AD さん、ご賞味あれ。うん、お肉がとっても柔らかいです。お肉の旨味とまろやかな醤油味が口いっぱいに広がります。腕を振るうのは店主の田所秀幸さん44歳。筋切りをした豚ロース肉に小麦粉をまとわせ、肉の旨味を閉じ込めます。最大のこだわりは、肉は焼かずに油で揚げます。すごくジューシーに柔らかく揚げることができるので。焼かないんです。160度の低温でおよそ1分さっと揚げます。そうすることで肉は柔らかくジューシーに。タレは醤油、みりん、おろし生姜などを合わせたら、隠し味に赤味噌を加えてコクを深めます。この醤油ダレに揚げた豚肉をイン。衣に甘辛いタレが絡み、口当たりはしっとり。田所さんは今から11年前、知人の店を引き継ぎました。
セオリーとかがない分怖いもの知らずっていうか、今挑んだんですが、もともとあったメニューを自分の味にしようとしましたが、料理は素人、肉を揚げすぎて硬くするなど失敗の連続。そこで肉の厚さや小麦粉の量を何度も調整したり、ストップウォッチを片手に揚げ時間や温度を変えたり、試行錯誤を重ねること5年。納得する味にたどり着きました。大盛りだけの店だねって言われないように、しっかり味を追求していきたいなとがっつり言ってほしいです。デカ盛り生姜焼き、そこには店主の熱き思いが詰まっていました。続いては地下鉄茅場町駅から徒歩3分、創業72年の洋食屋さん。店主は名門ホテルオークラで修行を積んだ越田武雄さん63歳。評判の味は肉汁あふれるハンバーグの丼。コクが深い自慢のデミグラスソースは、牛すじにセロリやトマトなど5種類の野菜を20日間かけて煮込むこだわりよう。卵を絡めるとマイルドに。こちらは2種類のソースで味わうオムライス。ケチャップライスと卵を混ぜてから焼き上げているため、とろっとろふわふわ。そんな店のすごい生姜焼きは、ポークジンジャー1650円。厚さ 1.5 センチの肉は柔らかくてジューシー。ソースはコクと甘みが深く、後味あっさり。肉の甘さっていうのが出てくるし、あとジンジャーの甘さが絡まってご飯が進んでいます。使う肉は油があっさりとして甘く柔らかい銘柄豚。塩コショウで下味をつけ、小麦粉でコーティング。肉の旨味を閉じ込め、ソースが絡みやすくなるとか。ラードで旨味を引き立て、表面に焼き色がついたら、日本酒で香り付け。蒸し焼きにし、柔らかく仕上げます。ソースにもこだわりが。まろやかな、人気の出そうなソースができないかなと思って考えたんですけど。使用する醤油は醤油麹を合わせて再び熟成させているので、濃厚でコクが深い。みりん、酒と合わせたら、おろした生姜を投入。最大のこだわりは、大根をすりおろして入れます。大根おろしを入れ、甘みをプラス。後味もあっさりとした仕上がりになるとか。この味が誕生したのは7年前。もっと美味しくなるのかなというのは常に考えましたね。自分の色は出したいなと思いました。その時店のメニューには、先代の父が作ったポーク生姜焼きがありました。醤油の甘辛さが効いた昔ながらの味で、今でも人気のある一品です。しかし武雄さんは、自分の味を作りたいと新たな生姜焼きを作ることに。その姿をそばで見守っていた妻の和代さんは、缶だけで生きてる感じで、こっちの食材の方が面白いんじゃないかなって言って、いきなりこう大根入れ始めたんで、本人はそれで全部納得して生きてきてるんで。そして今、味を受け継ぐ3代目が息子の明夫さん。4年前に修行先から戻り、父の元で腕を磨いています。まずはこの味をしっかりと引き継いで、自分の味をしっかりと出していけるようにしていきたいと思います。初代、2代、3代、まあ、それができると楽しみですね。父から子へ、こだわりの味は世代を超えて愛され続けていくでしょう。
続いては東京浅草から。浅草の専属通り商店街にやってきました。この辺りなんですが、ありました、あちらですね、弥生さん。1924年創業の食堂弥生。のれんに中華洋食って書いてありますね。失礼します。こんにちは、ご主人でいらっしゃいますか。はい、いらっしゃいませ。お、なんかちょっとくつろげそうな感じのお店で、いいですね。大正時代にオープンしたお店の3代目大西さんです。創業時はカフェスタイル、浅草で洋食とお酒を出すハイカラな店と評判に。戦後は2代目の大西さんの父親が中華料理店で修行し、ラーメンも出すようになりました。そして今、3代目の大西さんが作る人気メニューがポークソテー。分厚い豚肉を丁寧に焼き上げ、柔らかくしっかり肉の甘みが味わえる一品。自家製デミグラスソースをかけていただく古き良き日本の洋食スタイル。すごいんですよ、大迫力、大ボリューム。私のほら手ぐらいあるんですけど、厚みがまたすごいんですよ。これすごいですね。すごい綺麗な断面してますね。さて、そのお味は。ジューシーでしっとり柔らかくて、でも表面はサクッとちょっと軽やかな食感なんですよ。さらにからしをつけていただく懐かしの洋食スタイル。からしのこうちょっとピリッとした辛みが味を引き締めてくれて、昔ながらの洋食の贅沢な食べ方。この人気メニュー、完成まではちょっと時間がかかります。まず 300g の厚切り豚肉に粉を薄くつけて、肉の旨味が逃げないようコーティング。そして焼く油はこだわりのオランダ製の高級ラードとサラダ油をブレンドしたもの。しかも最初は低温から焼き始め、ゆっくり加熱して肉の旨味を閉じ込めるんだそう。これ大西さんが試行錯誤の末に生み出した豚肉を柔らかく仕上げる焼き方。両面焼いたらお酒を入れてフランベ。火加減を調節しながらおよそ15分、ようやく焼き上がりました。しかし、この調理法、先代のポークソテーとは全く違うんだそう。親父がに教わって、で自分で改良してより良くしたっていう。豚肉を柔らかく仕上げる火加減に加え、仕上げのデミグラスソースも三代目が苦労の末に生み出した味。準備は前日から。まずは牛すじ肉にトマトや人参を加えて煮込む、大正時代から続く洋食の技です。さらに三代目が生み出したアイデアが、豚足や鶏のもみじを使った中華スープ。中華と洋食の二刀流というかハイブリッドでやってるんで。ハイブリッド、はい、はい。デミグラスソースも結局うちは中華スープで煮込んでまして、はい、ですから牛と豚と、鶏と3種類入ってますので、父親の中華スープと祖父の洋食の技を合わせ生み出された特製デミグラスソースなんです。じっくり焼いた豚肉と相性抜群の味に惚れ込んだファンは。ノスタルジックな味で結構好きな感じですね。お肉がとても柔らかい。あとやっぱりこのデミグラスソースですね。あっさりしてて全然しつこくないので。あ、来た来た、来ました、はい、ありがとう。食べて。ポークソテーのためにわざわざ予約をして食べに来る常連さんも大勢いるんだそう。100年近く続く店で新しい味を生み出してきた3代目。料理に対するこだわりは。いつか味に飽きて常連さんも
なんか前より美味しくないなとか感じたりすると思うんで、常により良いものを作るように努力はしてるつもりなんですけど、やっぱりゴールはまだないですね。大正時代から愛され続ける味、お客さんにとっての美味しさにこだわり、日々改良しながら続いていくレトログルメです。まずやってきたのは JR 荻窪駅から徒歩およそ11分。ここに長年愛されている食堂があるんです。あ、こちらですね。もういかにも長年ここでやっていますといった佇まいですね。創業66年のことぶき食堂、長く地元の人々のお腹を満たしてきました。豚のレバーとニラ、もやしなどを濃厚な醤油だれで炒めたレバ野菜炒めの定食や、サクサクのアジフライ定食など、家庭的な味わいが好評です。中でも人気なのが、豚肉を唐揚げにした、その名も豚から定食1000円。お客さんの8割がこれを頼むという看板メニュー。肉の上には醤油ベースの自家製のタレがたっぷりです。豚から病みつきになって、やっぱりここじゃないと食べられないっていう。量も多くて大盛りですごい美味しかったです。大坪さん、いかがですか？噛んだ瞬間にこの豚肉の旨味が口いっぱいに広がって、でその肉汁の甘みがこの上にかかっているタレとよく合っていますね。でこのタレが酸味が効いているので、さっぱりと食べられますね。豚からに情熱を注いでいるのは3代目店主の白石典子さん42歳。豚肉の旨味を生かすため、卵もパン粉も使わず片栗粉だけをまぶします。そして油はラード 100%。 なんか甘みも出るし、味の深さみたいなのが出るのは絶対ラードですね。タレはニンニク、生姜に醤油とたっぷりのお酢を混ぜたもの。これが肉汁との相性抜群なんです。豚からを考えたのは典子さんの父、小宮辰之助さん。実は3年前、エブリィはこの店を取材していました。辰之助さんは妻京子さんと2人で店を切り盛り、元気に豚からを揚げていました。一人娘として大切に育てられた典子さん、でも思春期には父のことが恥ずかしかったそうです。常連さんが来たら一緒に飲み出しちゃうみたいな。でそれがすごい嫌だなっていうか、なんか恥ずかしいなとか思った時もあるんですけど、なんかちゃんとしてないのかなみたいな。サラリーマンの家庭に憧れ、雑誌の出版社に就職、ライターとして働いていました。その後サラリーマンの夫と結婚、二児の母になり、幸せな日々を送っていました。ところが2020年、辰之助さんは脳梗塞で倒れ入院。もう厨房に立つことはできなくなったのです。びっくりして、父もでも年だもんなと思って。そんな時ふと浮かんだのは、豚からを頬張るお客さんの顔でした。こんなにも父の味を愛してくれている人たちがいる、その思いが決意へと変わります。豚からを守ろうみたいな、とりあえず私の使命はそれっぽいみたいな。いても立ってもいられず店を手伝い、気がつけば豚からを揚げる練習を始めていました。しかし素揚げに近い豚からはちょっとした油の量で味も食感も違ってくるため、苦労したといいます。ラード少なめだと揚がりが良くないですね。ベタッとしちゃうこともあるし、本当に色が悪くなることもあるし。父のような揚げ具合を目指し、今も努力の日々。
今年2月、父はとうとう帰らぬ人になりました。形見となった父の味、それをよりバージョンアップさせようと、のりこさん、新たな試みを始めました。タルタルしちゃおっか。タルタルソースを作ります。かねてよりボリュームたっぷりの豚からを味変できる新たなソースはないかと考えていたといいます。一工夫して定食につけているきゅうりのぬか漬けを入れて、酸味と爽やかさを加えてみました。パートの皆さんに試食してもらうことに。美味しい、うん、酸味はいいよね。酸味はいい、辛味っていう。美味しい、よかった。美味しい。のりちゃん天才です。よく言われます。早速このタルタルソースをプラス50円で出してみました。さて反応は。普通のタルタルソースと違った感じでとても美味しかったです。味を変えられるので、まあ、飽きないのでまあいいかなと。他にも豚からを使ったサンドイッチやカレーなど新メニューを次々と開発。豚からへの情熱は今も増す一方です。だから私にとってはなんだ、つなぐもの、ことぶきとお客さんで、父親から私、なんか単なる食べ物の域を超えてるかなという。父から受け継いだ宝物、のりこさん、これからも大切にしてくださいね。続いて中野駅、駅から歩くことおよそ5分。こちらが厚切りとんかつが人気の店。店名はついてるポークマンと言うのだそう。失礼します。はい。おー、オープンキッチンでなんかおしゃれな雰囲気のお店ですね。やるくて美味しいです。安くて美味しいです、はい、ダイエットしてるんで食べないようにしてるんですけど、ここに来るときはめちゃめちゃ食べます。厚切りのとんかつとはいかなるものか。極厚レアカツの 150g です。おー、すごい。断面がこっち向いてますね、この厚み。これが噂の極厚レアカツ 250g。 おかわりができるご飯とスープがついて1000円です。その厚さはいかほどか。 3.5cm。 厚さ 3.5cm なり。まずはシンプルに塩でいただきます。いただきます。うん、柔らか、しっとりジューシーですよ。表面は本当に軽くさっくり揚がっていて、中から旨味と水分が噛んだ瞬間にこうじゅわーっと口の中に広がっていく。ソースは3種類をブレンドし、そこにケチャップ、蜂蜜などを加えたコクがあるもの。カツのうまさを引き立てます。カツにはどんなこだわりがあるのか。小麦、トウモロコシ、ペパーミントなどを与えたカナダ産の豚肉は旨味が強い。店のこだわり、低温調理は店独自の調味液に浸して1時間、じっくり中まで火を通します。とんかつは生パン粉をまぶし1分揚げます。低温調理済みなのでこの時間で出来上がり。この作り方を考えたのは店主の鈴木さん。中野で熟成肉を使った肉バルなど5店舗を経営。こちらの豚肉料理専門店は5年前に開店しました。なんでこの低温調理をしようと思われたんですか。はい、中野はコスパ命の町なので、熱いものをスピーディーにということで、あらかじめ熱を入れておいたものをさっと仕上げて出せるというようなことでこの低温調理始めました。
にも肩ロースを 300g 使い、ガーリックソースで仕上げた極厚トンテキ、1000円。ちょっとフルーティーなガーリックソースが肉の旨味を引き立てます。ジンジャーソースで仕上げた極厚ポークジンジャーもご飯スープがついて1000円。まあ、テンション上がりますね。厚切りのとんかつっていうのはどうですか。やっぱこうちょっと夢がありますよね。そう、厚切りには夢がある。中野の厚切りとんかつの店でした。続いて目黒区自由が丘、駅から歩くことおよそ3分、こちらが厚切りのポークステーキが人気の店、マロリーポークステーキ自由が丘店です。1階は厨房とカウンターが5席、2階はテーブル席が14、3階12席もあります。豚がこんなに柔らかく調理されてるなんて初めてです。最高ですね。とっても美味しいです。こんな暑いの家では絶対焼けないんで、ね、素晴らしい。このお値段でこの味が食べられるってなかなかないです。メニューには山の名前が、高尾山に、もう富士山も、その上がマッターホルンで、これも人気とか、果たしていかなるものか。はい、すいません、お待たせしました。はい、マッターホルンになります。すごいですね。アルプス山脈が見えますよ。本当にこのまま持ったら顔見えなくなりません？すごいですね。うお、これぞ肉塊。厚切りポークステーキマッターホルン 700g、 ライススープがついて2590円です。これは量りが上がりそうですね。いきますよ。その厚さはいかほどか。9.5。 厚さ 9.5 センチなり。使うのはカナダ産の三元豚、重さ2キロ。肉が大きいので筋切りは一度にたくさんの刃が出るこのカッターで。ステーキ作りは2日がかり。リンゴジュースやウスターソースなどから作った調味液を加えて、旨味と柔らかさを引き出します。それを66度のお湯でじっくり6時間かけて中まで低温調理。注文が入るとそれぞれの大きさに切り分け、こんがり焼き上げて出来上がり。入刀。おお。はい。すごい。調味料もいろいろあり、味変が楽しめます。まずは素材の味を楽しむ岩塩で。ではいただきます。うん、香ばしさとともにもう肉の香りがふわーっと鼻から抜けていって、うわー、うまみが濃厚ですね。うん。付け合わせのクリームスピナッチはほうれん草をホワイトソースで和えたもの。ポークステーキと相性抜群。この後とんでもないポークステーキが登場。ちょっと待って、いや笑いしか出てこないですよこれ。自由が丘で厚切りポークステーキが人気の店、メニューがすべて山の名前なのはなぜなのか。この店のほか居酒屋なども経営している店主は、もともと居酒屋で出してたメニューなんですけど、まあ大きいお肉を出して、なんかすごい山みたいだねっていうので、コロナ禍でアルコールが出せなくなったので、まあそれでポークステーキ突き詰めてこの店を始めました。店名のマロリーはイギリスの登山家の名前。なぜあなたは山に登るのか、そこに山があるからの名言で有名な人。マッターホルンがあるっていうことは、はい、エベレストもあったりするんですか。もちろんありますね。 ありますか、はい、はい。それさらにその上のサイズのオリンポスという山もありますんで。え、その上、はい、オリンポス、え、知らない。火星にある2万7000メーターの山ですね。火星
いっちゃいますか、はい、オリンポスは重さおよそ2キロ。これを丸ごとフライパンで全面香ばしく焼き上げます。かなりの重労働。オリンポスになります。ちょっと待って、いや笑いしか出てこないですよこれ。厚切りポークステーキオリンポス2キロ6190円。店では7、8人でシェアするのを勧めていますが、中にはこれを一人で平らげる強者もいるとか。厚切り肉を思いっきり頬張ればみんな笑顔に。厚切り最高！ポークステーキの店でした。続いては池袋のほど近く、地下鉄金目町駅から歩いて7分ほど、地元で愛される洋食店があります。それがこちら、グリルモズ。創業昭和58年。迎えてくれるのはチャーミングなおかみさん。長年常連客の憩いの場になっている人気店です。店を営むのは山岸さん親子。65歳の母恵美子さんは接客と調理の補助を担当します。そして調理を担うのは41歳の息子純平さんです。もともと店をオープンしたのは恵美子さんと夫の誠さん。しかし2年前誠さんに癌が見つかり仕事を引退。今は母と息子の2人で店を守っています。そんなモズの看板メニューがカニクリームコロッケがセットになったポークジンジャー定食1050円。自家製のジンジャーソースが評判のメニューです。こちらもディレクターの鈴木が一口。甘さ控えめの味付けがご飯に合いますね。大きな豚肉にかける甘さ控えめのジンジャーソースは父誠さんのこだわりの味。うちの家はやっぱりポークジンジャーっていうか生姜焼きは甘いのは好き、ご飯に合わないと思ってたから。ご飯に合うようにと砂糖は入れずにみりんの甘さだけを生かした父のレシピ、それを今は純平さんが受け継いでいます。昔から変わらぬ味と恵美子さんの明るい接客はいつ来ても元気がもらえると評判です。モズの一日が始まるのは朝の9時から。おはようございます。鈴木さん今日も頑張ります。よろしくお願いいたします。恵美子さん朝から元気いっぱい。開店前の準備は恵美子さんが一人でこなします。でも慣れたもんでね、次から次へもうやることはテキパキとやらないと。看板を出したり肉や野菜の下準備、付け合わせの調理などやることは盛りだくさん。そろそろお米にスイッチ入れますね。美味しゅうなれ美味しゅうなれ美味しく炊けろ炊けろ。その後息子さんの純平さんも合流し、11時いよいよ開店です。はい、いらっしゃいませ。あ、どうも、おはようです。今日もいいお天気ありがとう。元気にお客さんを迎えます。注文が入ると純平さんが手早く調理し、恵美子さんにパス。そして笑顔で客席へ。正午過ぎ、厨房が忙しくなると恵美子さんも盛り付けを手伝います。でも雑だから。繊細な作業はちょっと苦手。純平さんが仕上げてすかさずお客さんの元へ。
底抜けに明るい恵美子さんの接客、そこには一番の応援団が。やっぱり主人は私がお店で働いてる姿が一番好きなようなので。要町で人気の洋食店グリルモズ、恵美子さんの明るい接客には一番のファンがいました。やっぱり主人は私がお店でいろいろお客様と楽しく接客したりとか、働いてる姿が一番好きなようなので。癌で闘病中の夫誠さんが好きだという恵美子さんの明るい接客、夫のためにもこだわり続けたいと言います。誠さんと恵美子さんが結婚したのは昭和54年、純平さんが誕生したのはその1年後のこと。その後昭和58年に念願の店をオープン。長年夫婦二人で店を営んできました。しかし2019年、突如誠さんに病が襲いました。一番最初は目が見えなくなって、それっていうのはここの血管のあれがおかしくなって、はい、で行ったらもう目見えなくなって、誠さんは仕事ができなくなったため、別の飲食店で働いていた純平さんが本格的に店に入りました。さらにその1年後、誠さんにがんが見つかりました。今ここ何ヶ月は寝てあげるとか動けないので、まあね、私がそばについていてあげるのがさいいんだけど、はい、ね、やっぱり心配でこんなに息子と頑張ってやってるっていうとこがね、安心してくれる。しかしこの取材の1週間後、誠さんは73歳で亡くなりました。後日再び店を訪ね話を聞きました。どうぞ。どうぞ。あの親父の作ってた時と同等それ以上のものって思ってやってます。本当にずっと見守ってもらいたいですね、うん、だから頑張って今まで通り健康で楽しく明るく私らしく続けていきたい、そういう気持ちでいっぱいです。誠さんが見守るこの店、それを妻と息子が守り続けます。まずは学生の街西早稲田。早稲田通り沿いの地下1階にあるご飯どころ早稲田屋。テーブルが4卓と小さな隠れ家的なこの店。はい、店を仕切るのは下村さん夫婦。厨房で調理をするのは夫の和幸さん57歳。そして接客を担当するのは5つ年下の妻京子さん。店の看板メニューは生姜焼き唐揚げ定食880円。常連客の胃袋をがっちりつかむダブルメインの定食です。まずはディレクターの中村が一口。生姜が効いてて本当癖になる味ですね。美味しいです。早稲田屋の一日が始まるのは朝の10時半。厨房では和幸さんが一人開店の準備を始めていました。厨房の中を覗かせてもらうと。失礼します。動けるスペースはわずか1畳ほど。ここで仕込みから料理まで全部やっています。狭いんで、9割が仕込みです。だから作って出すのはもう1割ぐらいです。狭い厨房で手早く客の注文をこなすため、あらかじめ材料を仕込んでおくとか。生姜焼き用の豚肉は丸めて1人前に。
炒める玉ねぎも一人分ずつザルに分けます。店内狭いじゃないですか、うん、で4テーブルしかないんで、うん、だからどれだけ早く出すかが売り上げにかかってくるじゃないですか。だからやっぱり速さにはこだわってます。11時、妻の京子さんがやってきました。はい、京子さんは開店前に買い出し。なんか手伝わないんですか？手伝わないです。もう完全に分かれてるんで、うーん、場所的に言うとこっちですけど、ホール担当、調理担当、自然とそういう風に流れでなりました。店が狭いから生まれた夫婦のルール、それが息の合った仕事につながっています。11時30分、早稲田屋開店です。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、大丈夫ですよ、どうぞ。開店と同時に客が来店。お二人、じゃあこんな感じで。注文が入ると梶幸さんは素早く調理を始めます。唐揚げで4分かかるんですけど、4分の間に作り切る感じ。速さへのこだわりは京子さんも同じ。ご飯を盛り付け、料理が出るとすかさず客の元へ。はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。料理が出るとほとんど同時にご飯を乗せる二人の動きに全く無駄はありません。まさに夫婦ならではのあうんの呼吸。音でわかります。炒め物のジャーが終わったら大体出るじゃないですか。ニニニニやったらそうなりますよ。あえて厨房に入らず仕事の効率を上げているとか。そこには長年の歴史が。これここですよ、ここここの空間が全てを作る。暗黙の了解で信頼ですよね。うん、出せばやってくれるだろうみたいな。私も言えば作ってくれるだろうっていう。これとこれとこれだよって言ったら完璧に出す。そんな2人の出会いは34年前。和幸さんは高校卒業後パブでウェイターをしていました。その4年後、高校を卒業したばかりの京子さんがウェイトレスとして就職。すぐに二人は意気投合し交際がスタート。そして結婚。長男が生まれ一月が過ぎた頃、和幸さんが突然、店をやりたいから会社を辞めると言い出しました。びっくりですよ。和幸さんは仲間2人とこの店を立ち飲みの店として開業しました。しかし定食しか誰に来ないんで、この町は飲まないんだなと思って、それで定食に改ざん。和幸さんは仲間たちから店の権利を譲り受け、定食をメインにした店にリニューアル。生まれたばかりの子供を抱えた京子さんは接客を担当することに。何女房を巻き込んでやってもらうしかないんで。料理の経験がほとんどない和幸さん、京子さんには接客以外にもやってもらいたいことがありました。あ、味は私がプロデュースします。チェックして出します。実は京子さんは結婚前、和幸さんの母親が営んでいた小料理店で厨房に立っていました。和幸さんは母の味を知る京子さんに味を見てほしいと考えていたのです。その母の味は、生姜、玉ねぎ、リンゴをベースに。あと一つは企業秘密なんです。味の要なんです。忘れないの。切った材料をミキサーにかけ、5分強火で煮込めば、母直伝の特製ダレが完成です。
直伝のタレはほとんどの炒め物に使っています。この味に惹かれ常連になった客も多いとか。遅い昼食、このタレを使ったまかないを2人で食べます。オッケー、おいしい。そんな2人はお互いをどう思っているのでしょうか。京子さんは楽しいところですね。毎日楽しくやってます。2人で楽しくお店が死ぬその日までやっていられればいいかなと思います。そして和幸さんは、女房がやってないとうちのお店はここまで続かなかったと思いますよ。かけがえのない人ですよね。結婚して27年、狭いながらも夫婦で築いた店、これからも二人仲良く頑張ってくださいね。焦げてしまったのかと思うほど真っ黒なとんかつ、カラッと揚げたジューシーなフライドチキンは顔が隠れてしまうほどの大きさ。今、見た目や味にインパクトのある肉料理を出す店が続々と登場しています。まず訪ねたのは今年3月東京目黒区にオープンしたとんかつ専門店。この店のとんかつは衣が変わっていて真っ黒じゃないですか。出てきたのはなんと真っ黒なロースとんかつ。実はここ黒いとんかつの専門店、鹿児島県産の黒豚を使っていることから衣まで黒く仕上げました。この黒さの正体を聞いてみると、竹炭が入ったパン粉を使っております。竹炭を練り込んだパン粉を使うことで衣が真っ黒になり油の切れが良くなるといいます。そして豚肉は肉質が柔らかくほのかな甘みが特徴の鹿児島県産の黒豚を使用。この黒豚に卵を絡め竹炭が入ったパン粉をつけます。155度の低温でじっくり時間をかけて揚げることでしっとりジューシーに仕上げています。インパクトのある見た目の黒いとんかつ、その味は、衣サクサクなんですけどとてもきめ細やかで舌触りがとてもいいですね。そしてなんといってもお肉柔らかいですね。衣のサクサクとお肉のしっとりとした食感とても合います。世代を超えて愛される味、その味を受け継ぐのは大正13年創業、鎌倉に店を構える食堂の3代目。お腹いっぱいになっていただけました？なりました。よかった。時代の流れとともに消えた初代の名物とんかつ。3代目はその味を復活させました。さらに、新たに作った麻婆豆腐は、意外な食材を使った本格的な一品。中大生だと思います、これは。創業は昭和10年頃。秩父にあるファミリーレストランでは、昔懐かしい味が楽しめると評判。店を守るのは3代目の夫婦。厨房でびっくり。50年ぐらいはもうここでやってます。受け継ぐ味を守るため、およそ50年前からずっと今でも使い続けているんです。昔ながらを貫くしかない。さらに、地元ならではの名物も。我ら、三代目店主、家族で守る幸せの味、どうぞご堪能あれ。まずは神奈川県鎌倉市。鎌倉駅から徒歩1分の場所にある浅草食堂は、地元の人や
観光客が訪れるお店。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。店の主は三代目藤原康夫さん。創業は大正の13年と聞いております。元々東京田原町で、うちの初代がやってたんですけれども、大正の震災で被災して鎌倉の方に疎開したそうです。初代で祖父の義治さんは浅草田原町で洋食店を営んでいました。しかし関東大震災で被災し鎌倉に移住。翌年の大正13年この食堂を始めました。店名が浅草なのは昔はその出所の地名で呼ばれることが多かったらしいんですよ。で、まあ浅草さん言われるようになりまして、でこの屋号にしたそうです。三代目が作るのは和食から洋食中華などバリエーション豊富。そして看板メニューがこちらの分厚いとんかつ。厚さ2センチの豚ロースをラードで揚げた一品は祖父の代から名物として受け継ぐ味。美味しかったです。単純に柔らかいのではなくて、もうやっぱり一番の違いが弾力がある柔らかさ。実はこのメニュー2代目で消え、3代目が復活させたものなんです。途絶えてしまったわけは、揚げて余熱で火通すのに30分から40分かかってしまう。初代が作るとんかつは調理時間が30分以上かかるものだったのです。昔のお客様はお酒を飲みながら、そのうなぎ屋さんやお蕎麦屋さんのように一杯やりながらお待ちいただくことができましたけれども、今はお客様をお待たせするわけにはいかないと、2代目の頃は長い調理時間がネックとなりメニューから消えてしまったんです。これを復活させるため3代目が取り入れた方法が、低温調理、